ングルス仲間割れ。楽天の早川隆久投手25が西武戦に先発し、7回8安打5失点で3敗目を喫した。太田とバッテリーを組んだ3回までに5点を失い、ボール自体は悪くなかった、自分は要求された球を投げた感じですと振り返った。一方で同学年の石原に捕手が変わった4回以降は無失点、テンポも良くなりましたし、石原とはバッテリーを組んでいない試合でも話をするので、自分の投げたいボール、どういう配球をしたいと分かってくれている、そこは強しの強みと分析した。わ、こんなん空気最悪やん。今井も歌を擁護どころか批判してる模様。そんな合わない二人を組ませる見る目のなさはどうなんや。別の記事でも批判しててくさ。思っててもこういうことをメディアに言ったらダメやろ。保守はマジで相性あるからな。